動速の科学は1861年に出版された書籍。イギリスの科学者マイケル・ファラデーが1860年のクリスマスレクチャーとして英国王立研究所で連続講演した6回分の内容をウィリアム・クルックスが編集したもの。動速を題材に燃焼時に起こる様々な物理、科学現象を多面的に解説している。動速。 炎、その源構造、流動性から、明るさへの明るさ、燃焼のための空気の必要性から、水の生成生成物、燃焼からの水から、水の性質、化合物水素ろうそくの中の水素、燃えて水へ引く、水の他の部分酸素空気の中の酸素、大気の性質その特徴ろうそくからの他の、生成物炭酸素の性質炭素、または、 炭石炭ガスマイナス呼吸と燃えるろうそくの類似点結論原著では上記録講演に加えて発禁についての講演が加えられている。複数の翻訳が出版されている。角川文庫版は2011年4月時点で61冊33万部を発行している。子供向けの本案も出版されている。ありがとうございます。